ユタ州の林道で早朝にジョギングをしていたカイルさんが山猫のような生物に遭遇。すぐに携帯を取り出して撮影を始めたが、よく見ると山猫ではなくピューマの子供であった。子を守ろうと奥から親が現れ、彼に向かってくる。彼は追い払おうと大声を出し、ゆっくりと後ずさりする。だがピューマは彼を追い続け、時には突進しかけることもあった。ある時彼は交代する際につまずかないように動物から顔を背けた瞬間、ピューマは彼の目の前まで接近し襲いかかろうとする。6分ほど退治し、彼が大きな石を投げて怖がらせるとやっと逃げていった。ピューマとの遭遇はかなり危険であり、最悪の結果になることも少なくない。この時は子供を守るためであったかもしれないが、もしお腹も空いていたら助かっていなかったかもしれない。 欧州では妖精やエルフが実在すると信じる人は多い。妖精は人の役に立ち、困った未亡人などの家事を手伝うこともあると言われているが、旅人を惑わすという噂もある。英国人のアーウィン・サンダースは人里離れた森に住む妖精の行方を25年間追い続けている。この時の撮影では仲間がテントで待機していると妖精が現れ、興味深げに辺りをうろうろしている。恥ずかしがり屋の妖精たちをおびき出すため彼は食べ物やお菓子を置いているが、それでも足りずお昼のサンドイッチをあげることも。妖精たちは特に甘いものが大好きでシャーベットに夢中だと語る。だが妖精探しは楽しいことばかりではなく、一度は小さな矢でいられたことがあり、矢には幻覚剤が塗られていたのか、多少トランス状態になったという。もちろんこれらの映像が本物かどうかはわからないが、彼のチャンネルには妖精動画が何十本も公開されている。果たして本物なのか、それともよくできた CG であろうか。カナダのバンクーバーでマウンテンバイカーが撮影した映像。彼は携帯のカメラを手前に置き、坂道ジャンプの練習を撮影していた。降りてきてカメラの前を通り過ぎた瞬間、突然ブレーキを踏んで声を出した。坂を登りながら振り返り続ける彼の後から、なんとクマがついてきている。少年は自分を大きく見せようと自転車を持ち上げるとクマは後退。その時クマがカメラを倒してしまい、しばらくその上に立っていた。そのうちクマはこの場を立ち去り、胸をなで下ろした少年は携帯を回収して帰宅したという。2013年2月、オレゴン州北部の住民数名が森から変な音がすると通報。音はかなり大きく、不気味な笑い声のように聞こえ、付近一帯に響いたという。住民の一人が音が聞こえる場所に行き録音を開始。いまだに音の出所は不明で、キツネやコヨーテの鳴き声だという人や森の精霊だと怯える人もいた。ちなみにコヨーテの鳴き声は犬に近く、これほど大きくはないという。こちらは1942年に制作されたとされるドイツの歴史ドキュメンタリーの一コマ。ナチスの兵士たちが荒野で謎の生物に出くわし射殺。近寄ってみると人間ではなく
なんと狼男であった。さらに死骸はメスだったと報告されている。満月になると人が狼男に変身するという話はただの民話とされているが、兵士たちもこの怪物の姿に困惑の様子。映像では怪物の毛並みや体調について触れており、画質はあまり良くないが、通常の獣とは別物であることは一目瞭然である。この映像が本物かは不明であるが、投稿者は英国の映像制作チームのようで、彼らの作品だと疑う者も多い。また色がカラーっぽくて不自然だとのコメントもあったが、戦前のカラー映画といえば1939年のオズの魔法使いと風と共に去りぬが有名であり、さらにその20年以上前の1912年と1918年にもカラー映画が制作されている。最近珍しい生物の写真が SNS に出回り、専門家や愛好家の間で大きな反響を呼んだ。モンタナ州の森で撮影されたというこの写真には、これまで見たこともないクマとヘラジカのハイブリッドのような生物が写っている。体つきは明らかにクマだが、頭にはヘラジカに似た大きな角が生えている。この角は完全に成長し形も整っていることから、この動物は遺伝子の突然変異などではなく実際の何かの根血と考える専門家もいるようである。それでもクマとヘラジカのアイノコの可能性はかなり低いようで、それぞれ別の科の動物であるため遺伝子が異なる動物で交配することは稀であり、交配したとしても自然に子供が生まれる確率は極めて低い。よってデマ画像かもしれないが、もし本物であればクマジカと呼ばれるかもしれない。ハリウッドがエンターテインメントの名のもとにしばしば実話を脚色することは周知の事実であり、レオナルド・ディカプリオ主演のレベナントもその一例であろう。2015年に公開されたこの映画は、アメリカの開拓者ヒューブラスがヒグマに襲われ、自分を置き去りにした者に復讐するため過酷な旅に出るという話であったが、実際の彼は映画よりもはるかに過酷で報われない人生を送っていた。眉間の方は一部映画の内容に触れるのでご注意を。グラスの生い立ちについてはよくわかっていないが、1783年にフィラデルフィア近郊で生まれたようである。当初彼は船員であったが、1819年、現在のテキサス州沖で海賊に襲われてしまい、彼らに加わるか死ぬかの選択を迫られ、海賊の仲間になる。だが海賊は思ったほど楽な家業ではなく、彼は奴隷扱いされ、暴力や略奪が日常茶飯事であった。ボスであった海賊ジャン・ラフィットはグラスを快く思っておらず、裁判にかけることに。有罪判決を受けたグラスともう一人の船員は、この先自分たちの運命に未来はないと悟り、海に飛び込んで脱走。5キロほど離れていたが、2人とも岸にたどり着き、捜索隊を避け、食人族や敵対するインディアンからも逃げながら、友好的な集落を求め北上し、やがてポーニー族に捕らえられ奴隷となる。部族は生贄の儀式を行っており、彼らはグラスの仲間を逆さ吊りにし、松葉を体中に刺して火をつけた。グラスはその様子を見ることを強制され、この次は自分の番である。同じく全身に松葉を刺され、火をつけられそうになったその時、グラスは躊躇に新車の包みを差し出した。これは塗料として使える真っ赤な粉末で大変重宝されており、州長は彼を部族に迎え入れた。グラスはポーニー族と数年間生活を共にし、彼らから学んだことがその後のサバイバルスキルに役立ったと考えられる。彼は1820年代初頭に部族を離れ、新しく設立されたロッキー山脈毛皮会社に加わる。この会社はビーバーの毛皮を求めてミズーリ川を遡り、3000キロ以上遠征できるタフな縄漁師を100名ほど集めた。グランノ川付近で食料を調達していたグラスは子連れの灰色グマに出くわしてしまう。母グマが突撃すると、グラスの体は宙を舞い地面に叩きつけられ、凄まじい力になすすべもなく引きちぎられた肉片は子グマに投げ与えられた。狩り仲間のフィッツパトリックとブリッジャーの助けもあり、グラスはなんとかクマを仕留めたものの、骨折や肋骨が飛び出し
頭皮がむけたりと、とんでもない重傷を負い気を失う。もう先は長くないと探検家仲間判断し、結局彼は見捨てられた。この辺りの詳細は映画と被るので省略。かろうじて生還したグラスは年長者であるフィッツパトリックの指示だと確信。復讐心を燃やし1年間も追い続ける。ようやくたどり着いたヘンリー砦は廃墟と化し、彼を見捨てたフィッツパトリックの姿もない。残念ながらフィッツパトリックは1ヶ月以上も前にキャンプを出てフォートアトキンで軍隊に入っていたことが分かった。彼は砦まで追跡したが、陸軍隊がグラスにアメリカ兵を殺すことは重罪であり、そんなことをすれば公主権になると告げられ、復讐を諦めたと言われている。隊員はフィッツパトリックに盗んだグラスのライフルを返還するよう手配し、300ドルの保証金が支払われることになった。グラスは砦を去り、その後10年間この地で罠漁師を続け、1833年にイエローストーン川の近くでアリカラ族と遭遇し、彼を含むアメリカ人3名は処刑されたという。グラスのあまりに過酷な復讐の旅は実ることなく、あっけなく幕を閉じたが、ここから彼のサバイバル伝説が始まったのである。このカメラの所有者は写真を見て一見鹿が死んでいると思っていたが、実は鹿が数日おきにこの場所を訪れ眠りに来るという。鹿はかなり臆病で、習性として同じ場所で何度も眠ることを避けると言われているが、専門家によるとこの場所が安全で居心地が良いことが関係しており、移動場所や餌場になっているようである。野生動物の変わった生態は大変興味深い。こちらも家の裏手にある朽ちた納屋に設置された監視カメラが鹿の家族がやってきて寝泊まりしている様子を撮影。手前の鹿はカメラに気づいたようだが、もう一頭は古いトラックのそばがお気に入りのようである。2017年ケニアで見つかった豚と人間の愛子16歳愛の子のような写真が SNS で話題に。この赤ちゃんは出産後すぐに死亡したようであるが、猿が未熟児の赤ん坊を豚に預けたとの意見もあった。豚が人間の男児に似た生物を出産したことに地元民が大変ショックを受けているとも報じられたが、すぐに真相が判明。実際は生物ではなく、イタリアの芸術家がゴムとシリコンで作った作品であることが分かった。吸血鹿とも呼ばれるキバノロは中国と朝鮮半島に生息する小型の鹿である。この鹿は体重10キロ前後、体長は80から100センチあり、オスには大きな牙が生えている。川や湖など水源に近い湿地帯や草原に住み、早朝から夕方にかけて最も活発になる。繁殖期以外は単独で行動しており、中国や韓国では天然記念物にも指定され、狩りは禁じられている。この鹿がなぜ角ではなく牙を持つようになったのか、理由は定かでないが、専門家はどの鹿もかつては牙と角が両方生えていたが、時間の経過とともに大きな鹿は角を、小さな鹿は歯を優先したのではと説明する。子は可愛い系の元祖かもしれない。